構朝って身内っていうんですかキャスター同士のなんか笑わせ合いじゃないですけど何してるの？なんかその笑わせてるつもりはないのに、うん、何かちょっと面白いことが起こってしまって、うん、ちょっと笑いをこらえてるっていうの結構舞台裏で、あーそうなんだ、あるんですよね。笑いこらえるのって辛いよね。辛いんです。しかもそういう時に限って絶対に笑っちゃいけない場面だったりするんです。そうなの。ちょっとそれでさ聞いてほしいのが一個あるんだけど、聞きたいです。ね、福永さんと私はね一緒にスタジオやらせてもらってるんだけど、はい、まあ、その日もいつも通り、まあ、くだらない話をしてて、はい、もそれがすごい面白かったのでも笑いが止まらなくなっちゃって、はい、で、まあ、スタジオの番になります。で必死にさ笑いをこらえて大事なお知らせの原稿だったんだよね、はい、私の番で、はい、でそのイベントのお知らせとかさ、はい、そういうちゃんと伝えなきゃいけないやつ、それをやらなきゃいけない。でも必死に私は笑いをこらえながらそれを読んでたの、はい、で私の担当よこれ、はい、でね、読んでる最中に横で福永さんがガサ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 って言って、うん、なんか原稿をなんかガサガサしてるの、はい、でこっちはもうまずそもそも笑いをこらえながら読んでるのに横で別に自分の番じゃないのに何かを探してるの原稿を、うん、気になりますよね。気になるし笑いこらえなきゃいけないしこの後も何もないから探すものはないはずなの。そうか、村雨さんの中ではもう次は私で、その後も別にもう特にもう社前とかになっちゃうから、うん、特にこっちはやることないのに何かを必死に探してるの、うん、ガサガサ、うん、で終わった後に本当に申し訳ないんですけど人が読んでる時は静かにしててください私は笑いをこらえてるんですでそしたら福永さんはいや実はそのねアメちゃんが笑いをこらえながら必死に読んでるから、うん、もしかしたら読めなくなっちゃうかもしれない。なるほど。だからその私が読んでる原稿をもし読めなくなった時に自分も読めるようにスタンバイしようって思ったんだって。なるほど。探したんだけど結局なかったのその原稿持ってないのよ。あ、そもそも村雨さんが読むから村雨さんにしか配られてない。そう、私しか持ってないので、自分はないのに、うん、まあ、本当は優しさで確かにね、そう、自分のせいで笑わせちゃったから、うん、フォローできるように、うん、って思ってやってるんだけど自分が撒いた種だから回収しようとした。そうそうそう、本当優しさだったんだけど、はい、こっちとしてはもうなんで今ガサガサしてるのいやこれねよくあるのが藤井アナウンサーなんですよね。あ、そうだ。笑わせようとしてるわけじゃないんですよ藤井さんは。ただ原稿をよくなくすんですよねそれ怖いね。でもね、はい、で原稿をなくしたまま本番が始まりました、うん、ニュース第1本目藤井アナウンサー、うんうん、リードをすごいアレンジして読んでましたね冒頭。でもそれ何もない状態で読んじゃうんだ。何もないです、はい、とりあえず画面に自分が映って、だからそういう時の対応力すごいなと思って。あ、そうなんだ。でその間に別の方が原稿を差し込んで、うん、すごいな。じゃあ周りの人はヒヤヒヤしてるわけだ、はい、なのでそれ以降私たちはニュースコーナーが始まる前に藤井さん原稿ありますかって言ってもう基本のキーなんですね原稿朝ってやっぱ原稿量が多くて次々いろいろ入ってくるので、ね、実はオンエアのスタジオの見えない下の部分に段ボールの原稿を入れられる箱を置いてもらってるんですね。なのでそこに読み終わったものとか使ったものを混ざらないようにどんどん皆さん捨てていくんですよ、うんうん、それで間違えて必要なものまでどんどん下に行ってしまうとどんどん溜まっていって、で焦ると見つけられない。なくしちゃうんだね、はい、いろいろ起こってるんですよ実は。時間も忙しいからね。そうなんですよ。いや確かに。ちょうどさ久保ちゃんが朝で使ってる位置って私が夕方のニュースの時間で使う位置なの。そうですよね。たまになんかこうあ頑張ったんだな今日っていう原稿が残ってる申し訳ないそうだ引き出しに久保って書いてあるタイマー、はい、ストップウォッチですよくたまに置いてあるいやもっといろいろ福永さんのエピソードとかも聞いてみたかったです。もう大丈夫だと思う。もういいですか。もういいですか。私もじゃあちょっとエピソード貯めときますね。じゃあまた教えて。いろいろあるので、うん、はい